けました。おめでとうございます。今夜のエレビーはですね、皆さんのリクエストにお答えして、もう一度あの場面が見たいっていうところを、編集いたしましたので、美味しいとこどりですね。見てください。去年の秋スタートした Are You Ready、 今夜から2003年、新しい年に突入してさらにパワーアップ。新年の幕開けはスタート以来、浜崎あゆみが思わず見せた意外な素顔を反響の多かった順にご覧いただきましょう。第10位がいきなりこれ、お酒。あゆにとって一緒に飲むこと食べることが仲良くなるための必須アイテム、トークには欠かせない小道具の一つなんです。で、一体誰との飲みが盛り上がったのかというと、カキに熱燗超熱でお願いします。超熱、すっごい熱いのがいいってことです。そうそう、はい、ありがとうございます。すいません、あんちゃんは飲めるんでしたっけ。私は飲んだりします。ごめんなさいね、つい癖でね。美味しそうだな。手じゃくざけなんてすいませんね、ごめんなさいね。あ、美味しい。あ、美味しい。飲んだら変わる方？変わらないですね。分からないって言われます、酔っ払っても。あ、じゃあ強いんだよ。顔が赤くなったりとか、こうなんかわーってなったりってよりは、ずっとなんかこうそのまま喋ってて、あー昨日すごい酔っ払っててあんま覚えてないって言うと、え、酔っ払ってたのって言われちゃう感じですね。でも若さもあるかもしれない。私も昔まるっきりそうだったの。あー、変わらない感じ。今はね、っていうか年を取るにつれて眠くなる。あー、眠くなります。うん、それはなる。昔はもっと眠くなかった。昔だよね。そうかもしんないです、うん、でもね、あゆちゃんあんまり減ってないんだよ。はい、そんなに減ってないの。私の方が、あ、すごい。いや、分かりません。第9位、モノマネってこんな特技あった？モノマネとかしないですか？されるのは多いですよ、すごい、ね、私のはできないですか？結構僕は自信あるんですよ、うん、あ、ラジオとかでもちょっとやったりして、やってやって、あのパーソナリティの女の子に勝ってるぐらいですから、うん、って言うて聞いてます。いや、それ俺のがネクリやろ。うん、ちょっとこれ。何ですか？初めて日本語を覚えたし。モノマネ身につけてください。ちょっと何しました？簡単なやつありますよ。ドラえもん。ドラえもん。タケコプター。え、それあゆやん。あゆえもんやん。あゆえもんやで。何も出てけへん。僕とか、あのロードランナーって向こうのアメリカの映画で、あ、ロードランナー知らんのちゃう？あ、わかんない。ヒヒってやつからヒヒの声は多分出ると思う。あ、そうです。じゃあブーン言ってください。で、そんなの自分でやるの？そこまで。そんな上級者やから。ああ、そうやったから、ね、じゃあブルーンって行き過ぎたらと、ヒヒ、はい、ロードランナーブルーンヒヒで、だ、ああいうやん。8位、実は昔ヤンキーでした。マジ？かまととかそういう感じはしないよね。ないない。なんか元不良みたいな。そんなことはないの？いや、結構あるじゃない、九州でなんかあって、九州で昔悪かったんだよとか。そしたら3人ヤンキー同士じゃないですか。いや、あのさ、申し訳ないけど、君らはヤンキーだったかもしれない。僕は本物だから。というわけで、高校時代のフミヤさんがいつもやっていた二ケツをあゆと再現してもらうことに。好きなんていつぶりだろう。あ、なんか子供の自転車乗ってるみたいな感じだよ。なんかあんまり、あ、スタジオが大きいからね。元ちゃんがあんまり。このバッグは何なの？そう、なんかね、遊園地で乗ってるみたいに見える。あ、いい感じ、いい感じ。
心地。いや懐かしいです。懐かしい。やっぱりお前は不良だったな。今からコンビニ行ってゲーセンです。第7位はゲストの強烈なラブラブ攻撃に愛もたじたじ。はい、なんかあんま出ないでしょこういう番組。あんまり出たことないです。そうだよね。京子ね、あゆちゃん大好きなんですね。この間そういうふうに言ってくれたよね。はい、ありがとう。かわいいね。なんか言おうとした今。京子ね、あゆちゃんがね夢に5回くらい出てきたんです。嘘、何してた？いつも一緒に遊んでて、なんか一緒にいて、いつも京子あゆちゃんにギュッてするんですよ。この間もね。そうだから朝夢になったと思う。ああそうだね。第6位、第一印象、あゆがモッチーの印象を初告白。私ね、でもかおりちゃんは初めて見た時はね、多分歌い終わった直後に私が自分の出番で、そのステージに向かってる時にかおりちゃんが戻ってきてて、なんか急にこう遠くからおーおーおーお疲れお疲れすっげーテンションだと思って本当そんな感じじゃないです。それね、あれっすよ多分ね。第5位、ダンス、豪華なダンスセッションが実現。ダン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 で歩いて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 、はい、はい、ここまで、僕がいいですか、頭から全然見てないめちゃめちゃ食ってますよ。そうそうそう、はい、かなりスムーズでいいと思う。私今本当に分かるもんだってそれだけで。マジですか？これね、あのロックフリークって言うんだけど、はい、これを見て大体分かる。そうなんですか？はい、こちゃんやって。一緒にやればいいじゃん。で褒められたアユは、普段だったら絶対やらないこんなことにも挑戦。本当ですよ。 TIM は出てるんだっけ。俺たち TIM。 TRF バージョン作りましょうよ。あ、いいですね、 TRF。 やっぱね、ちょっとダンスからみたいな。俺たち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  TTTRRTRF。 これ覚えてもらった方が良くないですか。ちょっとやりますか。やりますか。よし、行ってみよう。はい、行ってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、俺たち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 、ティ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 、アーカーティー、アーカーティー。さらにはパパイヤダンスにも挑戦。アユ、アユ、アユ、ヒップホップですか。全然ヒップホップだね。全然ヒップホップ。ほらほらほら、もうブンブンパッとブンブンパッと全然そんなにあゆ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 れれれれゼロゼロゼロれれれでこれはレイディーとかね。一応控えてるの。2つ欲しい、2つ欲しいの。せーの、あゆれでさらにさらにエグザイルダンスに挑戦。この後とんでもないハプニングが。でちゃんと持ってよ。ちゃんと持って。いやちょっとやろうぜやろうぜ。俺が誰が俺を引き上げてくれるの。じゃあ、じゃあ一緒に。俺やるよ。Are you ケツ破れたんだよ。本当に破れてるから。Are you
ジです。もうね、あゆなんてね、去年ね、会ってさ、あゆちょっと曲書いてよ。あ、そうですよ。全然何の音沙汰もなし。テレビを通じて言わせていただきます。いい加減なやつです。いや違うんですよ。私どうしていいか分からなくて。なんで？だってですよ、うん、紅白の時に、うん、私初めてアッコさんにご挨拶できるって言われて、うん、すごい緊張してるじゃないですか、うん、で立ってたらいきなりおおって言われて、うん、なんですか。差あるよ、それぐらいの差は。そしたら、私この間ライブ見たんだけどさ、そうそうそう、お前曲書いてくれよ。でそれだけですよ。それだけ差がないって言われても、私その後連絡、いや、私はあれで十分通じたと思って、マネージャーにあゆから連絡あった。いや、ないですよ、できないですよ。あれからもう、11ヶ月が経ってるんだよ。俺に言ったもんね。紅白のステージで、あ、おー、ふみや、お前さ、私に曲書いてよ。マジで言ってた。ステージ上で言った。応援合戦かなんかで重なって別れる時に。すれ違いで、それこそ。あ、覚えてない。あれ、なんだ、じゃあそういう癖があんのかな、私。いかして言うけどさ、約束といえば記念すべき第1回目、北野武監督との対談で飛び出したこんな約束も。気持ちを分かった上でっていうことさ、ドールズっていう曲を作りたくて。ああ、いいな、いいそうです。バンバンでね、うん、プロデューサーが宴会編になっちゃう。そう、この約束は果たされたのです。で、これにまつわる秘話が深田恭子さんとのトークでは明かされました。新しいアルバムこの間いただいたじゃないですか、うんうん、あのドールズって曲すっごい好きで、ほんと、もう何十回も聴いた。ほんと、あれ可愛かったね。見た。あのさ、バラがいっぱい咲いてるとこあったでしょ、はい、あそこが可愛かったー、これ。いい匂いですね。これがそのシーン、花と深キョン、本当に可愛かったー。京子ちゃん可愛くて花がすごい綺麗 で色もすごい綺麗だったでしょ。それで私の新しいアルバムにドールズっていう曲があるんだけど、その曲のサビでさ、綺麗な花を咲かせましょうって言ってるじゃない。それはあの花のイメージから、あそこから始まって書いた。そうですね、伝わったんですよ。本当。それで、うん、あのバラ園のことかなと思って、あと、うん、ガーンって車がぶつかるみたいな音のところじゃないですか、あれがあの事故とかのことなのかなと思って、すごい好きです、なんか、うん、それをすごく言いたくて。本当、今度一緒に歌おう。第3位、アユは結構ノリがいいことが判明。普通だったらやらないこんなことまでやっちゃってます。そう、人気ないぜ。ちょっと全部蓋なんだよ。沖縄に住みなさい。違う、これはアギが。僕らもあの命温度 TIM の18番もやっちゃいました。これは一応言うじゃないですか。アユできるよ、見て見て。3、2、1、はい、命。ほらノリでやってしまって、はい、きっと後悔してるに違いない。こんなこともありました。痛い、もう大丈夫です。ありがとうございました。
この後寄せばいいのにアユももちろん挑戦。罰ゲームですよね。次遅れたら絶対許さないぞ。これやってほしい。なんだこれ。これやってほしい。そんなことやる女いないっすよ。いないってやってほしい。ほんまにね、そんなやつおったらちょっと引くよね。こんなやつ引きますよね。普段ね、あゆがしそうにないことをするということが、そんなやったらこう噴気がグー上がるわけやから。え、どうやったら噴気がグーすごいな、ところすごい。あの前出てやるか。あ、そのそ こういうとここ座って、この辺座って。あ、いいとこあるじゃないですか。この辺にこう寂しげに座ってて、俺来るから。国立の先生のためのセットか、これは。そうずっと待ってる待ってる。ほんで俺来るから。はい、あ、じゃあ大丈夫ですね。 OK です。エンジェルさんスタンバイ OK。 はい、はい、ギューさんも OK ですか。 OK。 はい、上も OK。 あ、それバイク止めるんで。バイクもういいんじゃないですか。ごめん遅くなって、ちょっといろいろあってさ。今度遅れたら許さないよ。かわいい。自分の満足するためか。かわいかったよね。第2位、デート、爆弾発言の連発。はい、なんかデートってのは大変なんじゃない。もう私を呼んだのが間違いよ。ねえ、何の拍手、何の拍手。いや、もうしょうがないよ、みんな聞きたいことなんだもん。え、そうなの。私もマジで聞きたいよね。いや、私愛に聞きたいこといっぱいあんのよ。いや、私何にも聞かれて困ることないですよ。いや、だからデートはどうしてんの。ああ、なんだろうな。言われて困ることない割に時間かかってんじゃないか。なんで？何、私顔赤い？いやいや、うちの姪っ子がなんかこの間あゆがあのデートしたっていうとこ行ってきたとか、お前らそんなん行けんのとかって、案外普通の店だったから全然気にしてないんだ。私こんなの普段食べない、食べれないですよ。そう？ええ、だってあんだけ作詞、自分で作詞。この番組はパナソニック、あなたはあっこにお任せで、ライオンの提供でお送りします。クビッシュ見てよ。アユレディ総集編、最も反響の多かったシーンは歌。この番組だから実現した貴重なコラボレーションはまさにため息ものです。
しの、それはそれでよかったね。あなたに会えたそれだけでよかった。世界に光が満ちた、夢で会えるだけでよかったのに。愛されたいと願ってしまった、世界が表情を変えた。世の果てでは空と海が混じる。皆さんのご期待に添えるような VTR は出てきたでしょうか。今年はですね、ちょっと目標を立てていきたいと思います。でちょっと色紙に書きますね。はい、うわっ汚っこのペン変だよ。できた。これは何でかっていうと、去年はいっぱいいっぱいだったんです。なんで今年はいっぱいを1個減らして、いっぱいぐらいの感じでいけるといいなと思いまして、目標いっぱい。はい、これこんなものでよろしければプレゼントさせていただきたいんですけどいいですか。はい、というわけで今年もよろしくお願いします。この番組はパナソニック、ライオンの提供でお送りしました。ずっと前から好きだったんですけど、付き合ってください。はい、いや、ジミーワーのこと増してるから。